はい、どうも、かきでーす。今回は、ポップジャンプモンスターっていう、中国版の、モンストをやっていこうと思います。これね、確定できない。あれ？あ、できた。反応が遅えな。これあのね、120円の有料アプリなんですけど、ちょっと、動画のために買いました。お、音楽が、音楽がまんまなんやけど。しかもチョッパーおるし。なにこれ。もろじゃんこれ。パクリどころか、もう、全く同じなんやけど、なにこれ。てか、チュートリアルは？チュートリアル、あ、ないのか？おなんか、もう、何もかもパクリなんだけど、何これ。これを有料で、売ろうってのがすごいな。120円よ、これ。シェルダーとゲンガーが出てきたんやけど。うわ、なんか、もっさりしてるの。動きがすごいもっさりしてる。これどういうこと？貫通とか、反射とかはどうすればわかるの？こいつは？ん？なんかみんな反射じゃね？で、この右の、今、アトムが、鉄腕アトムが出てきたような気がする。そしてビリリダンも出てきたし。これ全員反射タイプだよ、もしかして。うわ、ちょ、待って。これ、広告。あのさ、有料アプリで広告出てくるってどういうことこれ。何勝ったら勝ったら広告？まさか。中国語全然読めない。努力火災中。この右のキャラと右から2番目のキャラの元ネタは何なんやろ。ゴルバットとゲンガー。ん？いけ、チョッパー。弱い。あのダメージ食らった時エフェクトがないやん。あ、よく見たらあれやな。下にも広告書いてある。あ、ドガースやな。ポケモンはあれやな。第一世代のポケモンしか出てこんな。ちょうど俺が知っとる範囲でよかったわ。またかよ。ってことはこれクリアしたってこと？やっぱりクリアしとる。しかもクリアした時の BGM がモンストでいう、ボスを追い詰めた時の音楽っていう。お、レベル上がった。ここはパクリじゃないよな、と。もうちょっとやるかな。おぉ。なんか特に真新しいものがないな。ボスも出てこんし。ガチャとか引けるんかな。ガチャ引けるんやったらちょっと見てみたいけど。あ、ハート取った時にエフェクトがある。これで倒せるかな。倒せない。もう、ホーミングのキャラがおらんもんでめんどくせえな。お、オクタンと、あれなんだ？なんて名前や？ケノガッサみたいな名前。違うかな？あ、違うな、多分。なんか跳ねる、跳ね方がちょっと違和感あるな、モンストと比べると。あ、ストライクショット使えるじゃん。使おう、使おう。あれ何やったっけ？このポケモン何やったっけ？ちょ、ダッセ。ダッサ。なんで？あのキャラダサ。これもポケモンじゃね？俺知らんけど。じゃああの女の子なんなんや？一番左の女の子は。うわ、このポケモン何やったっけ？この、まあ、右下のとあれ。何や？名前忘れちゃったね。多分第二世代やったような気がするけど。ちょ、またこのゲーム多分ボスおらんやろ。ということはこれ以上進めても意味ないのかな。
ガチャ引けんかな。ガチャ引けるやろ。引けない。ちょっとオーブがない。プレゼントは、え、何これ。え、ちょっと待って、これオーブ100とか50があるんやけど、本当に当たるのこれ。これ絶対当たらんやろ。ガチャ引けんのか。じゃあ、あ、ガチャ1回引くのに50個いるんや。なんや、めちゃくちゃあのサービスいいなって思ったのに、さっきね、ひどいねこれ。まあこんな感じのゲームってことか。オッケーオッケー。じゃあここで終わりまーす。お疲れ様です。すっげーつまんなくねこれ。マジな、何にも面白くないんやけど。120円損したわ。とはなんだこれ、クソゲーじゃねえか。おいおい、また広告出てきたしよ。もうほんとつまんないこれ。みんな120円無駄にするんで買わないようにしましょう。じゃあお疲れ様でした。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。